お花紙、セロテープ、ワイヤーを使ってとても簡単にできる藤棚の作り方です。50センチ角ぐらいの布を広げ、藤色のお花紙を何枚も重ねて細く切っていきます。8分の1の細さになったら真ん中で切り、3分の1だけ折ります。これを三角形に切っていきます。開いて同じように三角形に切っていきます。こうすると出来上がりが藤の花っぽく見えます。出来上がったら布で包んで揉んだり振ったりしてしっかりとほぐします。布の上に広げたら両端を持ち上げて真ん中に集めます。セロテープを長く切り、お花紙に押し付けて貼り付けます。余分なお花紙は振ったりしごいたりして取り除いておきます。作業しやすいように時々布の両端を持ち上げ、お花紙を真ん中に寄せます。静電気でお花紙が手にくっつく場合は、保湿性のあるハンドクリームを塗ると作業がしやすくなります。お花紙がなくなるまでセロテープにくっつける作業を繰り返します。お花紙が少しだけ残った場合は短いセロテープにくっつけ、今まで作ったものに継ぎ足します。花ができたら葉っぱを作ります。緑のお花紙を2枚重ねて八つ折りの屏風折りにします。それを半分に折り、葉っぱの形に切ります。真ん中の部分をワイヤーでねじったら折り山を潰すように広げます。ワイヤーが内側に来るように2つ折りにすれば葉っぱの出来上がりです。この葉っぱの内側に両面テープを貼り、藤色の花房を5本ぐらい貼り付けます。両面テープがなければ1本ずつセロテープで貼り付けても構いません。落ちた花びらも集めてセロテープにくっつけ、つなぎ合わせて使いましょう。これと同じものをたくさん作り、つなぎ合わせていきます。つなぎ合わせるのには園芸用のビニールタイを使います。葉っぱでビニールタイを挟み、ホッチキスで留めます。これを繰り返していくと、長い藤づるに花が咲いているような感じになります。ワイヤーの両端を引っ張って留め、花の間隔を調節したら藤棚の出来上がりです。戸口や窓辺に飾るとふわふわと揺れてとても綺麗です。ワイヤーでつないでいるので外すのもとっても簡単。あっという間に外せます。ペタペタと遊び感覚でとても楽しくできます。ぜひ挑戦してみてください。